さあ第1ラウンドが始まりました。青いトランクの練習の中で首相撲やってると思いますけど、はい、まあ、この試合で首相撲ありっていうのもなかなかこう久しぶりだと思って、まあ、そこがどう出るかっていうのは注目したいですね。ここはワンツーを返していきました大崎。ただボディーから膝、あたりはコンビネーションを見せていきます。ここからスティングアップですが、ちょっとフックから上下に打ち上げ、次のパンチ、ただ後ろに下がらない、どんどん前に出てくるニコラス・リバース。コーナーを背負っているのは大崎です。今回とは違うんですけど、もうそこでもしっかり大崎選手の強さが見えてますね。はい、ガードを固めているニコラス・リバースに対して最後のパンチを出していきました。上がりましたね。このボディですね。少し上下に打ち合い、顔面アッパーを狙っていく大崎。大崎、青いトランクスが大崎勝樹、そしてオレンジのトランクスがニコラス。最後はローキック、ただ左のダブルから右、そして左フック、パンチからロック、この辺りのコンビネーション、左込んでいきます。アッパー混ぜていく。この試合は3分5ラウンドの一戦です。世界フライ級王座決定戦、見づらいなっていうの見てて思いますね。あ、バッティング、大崎バックスピンを出していきました。そしてこちらが第3ラウンドのスコアですが、三者ともに大崎10対9と、いやー、無理ですね。